こんにちは、ひかりです。今回は、バーンとね、長い箱があるのですが、サウンドバーをね、メーカーさんに、企業さんにね、提供していただきました。ということでね、今回はね、とりあえず開封動画ということでね、開封したいと思います。今回は開封ですね。一応箱はもう結構長くて、これの外側にもう一個、こう箱が、同じぐらいの形の箱があって、その中にこれが入ってるんで、もうこの箱は綺麗ですね。はい。外側にあの、宛名とかが書いてあったんだけどね。それは取りました。一応ね、タオトリニクス .com ってこれ書いてありますね。まだね、チェックしてないんですよ、中。だからね、サウンドバーっていうことでね、どんな感じなのか。僕のね、テレビとかにも使えるのか。うん。とりあえずね、どんなものなのかね、開けてみたいと思います。はい。ね、リンクを貼っておきます。説明欄にね、下の。まあ、ぜひ見てください。Amazon 見るのが一番早いんだよね。それを言っちゃおしまいよっていうことで開けていくぜ。おお、なるほどね、なるほどね、なるほどね、なるほどなるほどなるほどね。こんな感じのちゃんとした梱包されて、あ、おお、思ってる以上にバーだな。あ、いいね。なんかこれ使えそうっていうね、よく言うやつだけど、あんま使うことないからね、結局捨てた方がいいんだけど。おいしょおいしょ、出ました、ババーン。そして、他にはね、一応説明書みたいなのも入ってますね。これ。これちょっと見てみようか。おいしょと。あ、18マンス。3年保証ってことこれ。わかんないけど。んで、説明書は英語。あ、日本語あった。ジャパンがあるね。JP。はいはい。日本語説明もあるみたい。あるね。ここにある。警告パッケージ内容と、こんな感じで、光ケーブルか。光ケーブル違うな。光入力。AX。光っていうのは映像のことかな。まあ、Q&A とか。ボタン操作。あ、ボタン操作も載ってるんだね。あ、ほんで、こんな感じで。あ、だいたいなんか、ニュアンスでわかりそうだな。で、これが、あ、サウンドバーモデル名とね。TT の SK023 かな、モデル名。ね。英語は基本読まないっす。お、すげえ。なんか、こんな長いよって、530mm だよって、書いてありますね。うわ、長い。後ろ真っ白だ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんな感じで。付属品としては、こういうなんか、釘っていうか、ね、あのネジか、ネジと、なんかこういうプラスチックパーツが入ってますね。はい。まあ、じゃあ本体見ていきましょう。まずこのね、発泡を取っていこう。あれな、これ重さがあるぞ。ここなんか重さがあるぞ。あ、これ間違えて捨てないようにしなきゃね。リモコンですね。かっこいいリモコン。なんかアマゾンファイヤーみたいなやつだ。ん？アマゾンスティックだっけみたいなに似てるね。TT って言われる。T なんとかって。で、こう、ケーブルがあって。これはなんか特殊なケーブルだな。あんま見ないケーブル。で、以上かな。こっちは以上だね。これなんか建物のジオラマに作れそうだけど、あれだね。ほんで、デザインだよね、デザイン。今回伝えられるのはデザインですね。その後僕がね、個人的に使用して、ほんで、またね、結果を報告するんだけど、よいしょ。おー、来たー。おー、ほんとだ。サウンドバーだ。超バーじゃん。530mm。53センチってことでしょ。マジか。マジじゃん、これ。で、ここなんか、ペロペロみたいなのが貼ってあるのか。こっちも。ここペロペロ剥がします。ペリペリっていうのかな。ペロペロじゃなくて、ペリペリ？ペロペロじゃ舐めてない。キャンディーになっちゃうから、ペロペロじゃなくて、ペリペリだね。わ、高級感ある。やっぱすごいな。最近のこういうやつね、高級感がすごいんだよね。で、これはどうやって取るんだろう。ケーブルの。ケーブルもなんか巻きついてんな。まあ、いいか、ケーブルはちょっと後でやっときます。で、ここになんかいろいろこう、見えるかな。結構見えるね。ここあって。ボタンはね、ここにありますね。左端っていうのかな。ボリュームとオンとかいろいろありますね。
これをじゃあテレビのとこに置けばいいんかな。ケーブルが問題なんだけど、こういうなんか特殊な、これちょっとよくわかんないケーブルがあるんだよね。テレビとか最近のにはこういうのついてるのかな。僕のテレビはね、そんな新しくないやつをね、使ってるんです。リビングのは新しいんだけど、あとごめん、カメラが映っちゃった。おしょ。これですね。スティック。アマゾンスティック。に似てる。かっこいい。こんな感じ。わー、いいね。艶がすごい、質感が。モービーゲーム。なんかいろいろあるね。へぇ。なんか、Bluetooth のボタンとかあるけど。Bluetooth スピーカーになるのかな？で、このケーブル。このケーブルが、いわゆるテレビのオーディオを、こう出すやつだよね。赤白端子から、多分ここのイヤホンジャックのあれに行くやつでしょ。これがどう使うのかな？ちょっと待って。とりあえずさ、これ読めばいいんだった。ボタン操作。光入力、出力って書いてあるな。それに対応してればいいんだね。で、Bluetooth 接続っていうのもできるっぽいんだよね。で、今回同じメーカーさんに、Bluetooth の、トランスミッターレシーバーだっけな。なんかテレビがさ、Bluetooth に対応してないやつがあるじゃん。まあ、結構そういうテレビ多いと思うんだけど、そのテレビを、の、あれ、出力を Bluetooth にできるやつもあるから、このケーブル、あ、これか、これケーブル繋がなくてもいけるようにね、できるんですよ。それはまた別の動画で紹介するんだけど、うん。だから、それもあるんで、だから Bluetooth もできるんですよ。Bluetooth じゃない機器のオーディオを、Bluetooth にできるっていうね、やつがあって。まあ、これ Bluetooth で使えたらいいな。ね、本体はね、コンセントがあるから、充電の心配はないし、これ見て。かっこよ。ロゴマークもちゃんと入ってて、かっこよっていうか、ツヤが見てこれ、ツヤってこれ質感かっこよ。わー、かっこいい。うん。まあ、これがね、一応全貌になります。はい。まあ、これのね、音をね、ちょっとね、音というか、使い心地とかね、まあ、これからしばらく、ほんと半月か1ヶ月かをちょっと使って、まあ、レビューするんだけど、まあ、他のね、レビューとかもあると思うんで、説明欄に Amazon リンクをね、この商品貼っておくので、ぜひご覧になってね、もう気になったかって、そのレビューとか、説明とか見て、なんか詳しいことはわかんないからさ、詳しいってなんか機械系のこととかさ、音のこととかわかんないから、見ていいなと思った方はもうね、ぜひポチっちゃってください。わかんないけど。今回はとりあえずこんなものがあるよっていう皆さんのね、興味をね、その Amazon リンクにね、見てもらうっていうことが僕の目的だったのでね、ちょっと軽く紹介させていただきました。はい、ということでね、ぜひ、下のリンクから、これ、ちょっと見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、グッドボタンなどの評価ボタンをお願いいたします。ではまた、説明欄のリンク、よかったら見てください。バイバーイ。これから使ってみまーす。